総理は代表選挙、民主党の代表選挙の時も、そして総理大臣になった最初の本会議での所信表明でも、3つのフロンティアということを言っておられますが、その中で海のフロンティアということを代表選の時から訴えてきて、おられます。そのことについて、思いをここで聞かせていただけますでしょうか。野田内閣総理大臣。我が国は国土面積は世界で60番目という、小さな島国であります。しかし管轄海域はこれは世界で6番目の大きさになります。加えて海ですから立方体、立体ですから体積があります。深さを含めると世界で4番目のいわゆる海水体積に関わっている国である。でしかも5000メートル以上の維新、この深いところはこれ世界一であります。でその深い部分にメタンハイドレートであるとか海のレアアースであるとかレアメタルであるとかという鉱物資源も豊富にあると言われていますので、このフロンティアを大いに開発をすることにということは日本の国益にかなうというふうに思っておりますので、宇宙とともに海、日本は国土面積は狭いけどフロンティアたくさんあるんだということを主張させていただきました。佐伯君。この表にも書いてるわけですが、メタンハイドレード、これは石炭、石油に比べて二酸化炭素の排出量、石炭が100だとしたら石油が80、メタンが57と排出量が少ない。今総理が言われたように、深海の深くに低温で高圧で、氷状の塊のようにしてあるということです。日本でも東部南海トラフ、ここに大規模にあるというふうに推定がされている。あるいは海底の熱水鉱床、これは基本のメタルとかあるいはレアメタル、ガリウムやゲルマニウムのレアメタル、そうしたものが噴出した熱水に含まれていて、その後沈殿をしている。沖縄のトラフとか、伊豆がさらに、我が国の排他的経済水域に、これもかなりの量があるというふうに言われています。それで、その下を見ていただきたいんですが、経産大臣と文部科学大臣にお聞きをしたいわけです。メタンハイドレードの場合には平成23年度中までに陸上にて長期の産出試験を実施する計画として、そして、こちらがより重要なんだと思うんですが、海洋での産出試験、24年度と26年度に日本近海で行うという計画が出されています。で28年度から30年度にかけて商業化の実現を目指すという計画になっています。海底の熱水鉱床、これについては平成24年度までに資源量の探査と環境影響評価手法の開発、採掘技術の開発をやる。平成25年度以降は実証実験を行う。こういうようなスケジュール的なものもすでに出来上がっているわけです。今現状はどのぐらい進んでいるか、改めてここでお聞かせいただけますでしょうか。枝野経産大臣。ご指摘いただきました海底の資源大変重要であるというふうに思っております。まずメタンハイドレート、ハイドレートでありますけれども、これとにかく井戸を掘るだけではダメなものですから、要するに氷のように固まっているものですから、そのための生産技術の開発ということで、今ご指摘のとおり来年度からは日本近海での海での実験にも入りたいという段階に入っております。そのために来年度の予算ではですね、要望額31億円を含めて153億円の予算のお願いをしているところでございまして、今年から大幅に伸ばさせていただければ、なんとか実用化に向けて、進めるのではないだろうかと思っております。それからレアアースを中心とするそれ以外の鉱物資源のことでございますが、これは現在ジョグメックが資源量調査を進めていると同時にですね、最新の海底資源調査船ハクレイを活用したですね、資源量調査や採鉱のための鉱山を掘るための
技術開発を行う予算を要求をしているところでございまして、まあ、技術開発若干の時間はかかるかとは思いますが、これが着実に実現できますと、日本の資源問題のかなりの部分のところがですね、なんて言うでしょう、緩和をされるというか、解消に近い状況に持っていけるのではないかと思っておりますので、文部科学省など関係省庁と連携協力をして、できるだけ早く実用化、商用化できるように進めてまいりたいと思っております。中川文科大臣。経産省は技術開発という分野で投資をしていくということでありますが、文科省の方は探査というその前の基本的な部分で投資を考えております。具体的には海底の資源を自動的に見つけ出すことのできる自律型無人探査機、これの建設を23年度末に完成を予定しております。それからそこからサンプルを採取することのできる遠隔操作型の無人探査機、これを24年度の完成を見込んでおります。さらにこれらの探査機を運用するための船舶であります。これは27年度までに竣工するということで、予算を積み上げていきたいというふうに思っています。で、具体的に24年度では海域としては5つの地域をターゲットにして探査をしていくということになってまして、一つは沖縄本島の北側沖、それからもう一つが種子島の沖合、それから八丈島の周辺、そしてあとは南鳥島の周辺というような形と、それからもう一つが、卓用第五海産と名前ついてますけど、これも、さらに南鳥島の、西の方に、向けた地域であります。こういう形を具体的に設定をしまして、さらに進めていきたいというふうに思っております。委員長。佐伯君。ぜひしっかりやっていただきたいと思います。もちろんこれは実用のためにはコストとの問題があるわけですが、結局この熱水鉱床のレアメタルも、そして今まだ説明はしなかったですが、このレアアース、これも我が国の排他的経済水域、ここでかなり可能性がある。しかもレアメタルとレアアースは大体それぞれが同じ場所にある、そういう頻度が高いというふうにいろんな専門家も言っております。結局技術はまだ完全に確立されてないわけですが、これ世界中どこも確立をしていない。海底から深く引き上げてくる技術と、もう一つは処理した後の廃棄物の、それをどうするか、始末をどうするか、この二つが最大のネックだと聞いております。ただこの2つの技術を我が国が確立すれば、世界で最前線を走ることにもなるし、他国の海域で取る資源を共同で開発するという、そういう道にもつながっていくわけです。ぜひスケジュール意識しながらしっかりやっていただきたいと思います。次に女性についてお伺いをしたいわけですが、いろいろ説明も聞かせてもらってます。資料も見てます。ただもう本当になかなか大変だと思うのは、細野大臣苦労されている、まさに苦労されている最中だと思いますが、建物の屋根とか壁を削り取った場合でも、撤去した場合でも、その撤去したものをどこに、保管をするか、土壌の場合でも除去した土壌をどこに置くか、芝生でも草でも樹木でも樹皮でもいいわけですが、結局その刈り取ったものをどこに保管するか、もうこの問題が常について回るわけですね。それでずっと聞いてきたのは、この廃棄物の容積というか量を減らせる方法はないのかということでずっとお伺いをしてきました。2つぐらい、それにつながるような技術が開発をされつつあるというふうに聞いております。文部科学大臣、お答えいただけますか。中川文科大臣。この効果的な除染技術の確立と、それから
あと廃棄物の少量化といいますか、まあ、そういうことにかけて、今日本原子力研究開発機構が、自らその開発実証の取り組みを進めております、まあ、そのほか大学民間企業等から提案されているさまざまな除染技術について有望なものはですね、実際に試験を実施する等取り組みをさせていただいております、まあ、そんな中で特に土壌粒子の飛散を抑制するそのポリイオンと放射性物質を吸収する、接収する粘土を農地と土壌に同時に散布するということで、放射性物質を吸着した表土を通常よりも薄く剥ぎ取ることができるという技術がございまして、これ作業者の被ばくを低減するとともに、発生する土壌の量を少なく抑えるということで、有望な除染技術として期待をしております。さらに飯舘村や伊達市の比較的小規模なモデル地区において有効性を確認したところでもありますので、この大規模な実証をこれから行っていくということになっていきます。全体で40ぐらいですね、提案を JAEA 今受けておりまして、それを一つずつこのような形で精査しながら有効に活用していきたいというふうに思っております。佐々木君。お聞きしているところですと、汚染水のセシウムの濃度を低減させる、その結果の廃棄物が非常に少ない、今言った最初にお話になったその技術ですよね。あるいは土壌を固化して薄い膜が残るんだけど、かなり深いところからもセシウムを吸収して薄い膜だけを取れば、それで残りの土にはセシウムが残っていないと、この技術、この2つが非常に、2つとも廃棄物の容積の低減化が図れる。これがあればかなりそのもちろん置く場所の問題、保管場所の問題はあるわけですが、今よりもいろんな問題は少しクリアできる部分が増えてくるのかなというふうに感じております。課題は何ですか。これを実用に本格的にこの被災地で使っていくにあたっての最後の課題は何になっているんでしょうか。中川文科大臣。一つはですね、コスト的に、非常に広い範囲をカバーをしていくということになりますので、これに耐えうるところまで、コストを抑えられるかどうかということが一つあろうかと思います。で、さらに、効果としてもですね、ただ散布するということだけではなくて、技術的な裏付けの中で有効にそれを活用するということですから、先ほど申し上げたようにチームで作って、でそれを技術的に確立した上で、広げるというようなプロセスが、いるんだろうというふうに思います。地域も含めての参加になりますので、その辺の対応を、一つ一つやっていきたいと思っております。佐々木君。いろいろ課題がまだ残っているわけですが、ここをクリアすると本当に成果は大きいんじゃないかと思います。頑張っていただきたいと思います。次に、被災地で今いろいろ復旧復興に向けた建設の資材の調達とか、あるいは廃棄物の処理とかにも関わって、農水省から森林林業の再生にもつながるわけですが、復興木材安定供給等対策、この3次の補正予算で、あるいは木質バイオマス関連施設の整備、こうしたものが今回挙げられておりますが、農水大臣、ご説明をいただけますか。加納農水大臣。復興木材安定供給対策ということにつきましては、いわゆる今日までも木材需要というふうなものを少しでも何とかしていかなきゃならない、こういうふうなことから、いろいろ具体的な策を取ってまいりまして、平成21年度から3年間補正予算におきまして森林整備加速化林業再生基金というふうなものを
措置をやってまいりました。でこれは各県知事さんもですね、非常に使い勝手がいいというふうなことから強く引き続いて要望要求をされておられまして、この取り組みというふうなことによって